チャンスがあったら絶対欲しいでしょ。俺も一番ジャイアンツ欲しいんじゃない？本当の日本一を取りたいって言うんであれば。マネーゲームだったら陣は行くんじゃないのかな。一応後輩だからな。彼は礼儀正しくきちっと挨拶に行きますからね。田中将大投手がいよいよ日本復帰の可能性が高くなってきた。楽天？うん。で、一応全ての可能性を広げてますと、うんうん、いうことを言ってるんですけど。ああ、いいね、マー君。見たいね。これジャイアンツが獲得に動くっていうウルトラシーは、いやー、可能性あるんじゃないの？本当に来るっていうんであれば。日本でやりたいっていうふうに彼が腹くくったら、その時に手を挙げないチームはないでしょ。チャンスがあったら絶対欲しいでしょ。俺も一番ジャイアンツ欲しいんじゃない？本当の日本一を取りたいっていうんであれば、やっぱりピッチャーだもん、はい、だってマー君で楽天が日本一っていうのをもうみんな肌で感じたじゃない。24連勝、はい、負けなしというシーズンを作って24の貯金だぞ。そうですね。それがまだ同じように可能性を秘めてる力を持ってんだよ、まだ、はい、マー君は、うん、もっと可能性が高いところの技術を身につけてるんだよ、うん、マー君は。そのピッチャーを、うん、球団が持てるかどうかっていうチャンスがあったら、それは神の糸目をつけない、うん、球団は行くんじゃない？欲しいでしょ、最高に欲しい、計算できる戦力ですよ。そうですね。こんな魅力あるあれはないですよ。あ、そう、すごい競争なんじゃないの？やっぱり楽天が有利なんですかね。マー君の気持ち次第じゃない？はい。ああ、気持ち次第と、それから金銭的なことっていうのはやっぱり絡んでくるだろうな。間違いなく。ああ、それはそんなに極端にっていうことなのか、黒田みたいにさ、ああ、もう最後はね、カープに帰ってという話で来る覚悟を持ってくる選手なのか、マークはどういうふうな感覚で来るのか分かんないけどね。その辺の覚悟っていうのは本人しか分かんないだろうからさ。ジャイアンツ、どういう対応できるのかって、どのぐらい出せるのかっていうね、まだまだ出せるチームだと思うけどね。はい。だからやっぱりマネーゲームになったら、そこそこの戦いになるんじゃないの？マネーゲームだったら陣営は行くんじゃないのかな。やっぱこの選手の、うん、気持ちとして、例えば楽天以外の球団に日本で復帰するとしたら、うん、はいはい、パ・リーグをちょっと避けるんですかね。ああ、そういう意識っていうのもどっかにあるかもしれんな。これ本人しか知らないよ、はい、逆にセ・リーグでやってみたいっていうね、マー君の気持ちっていうのはどっかにあるかもしれないしな、はい、うん、それは本人しか分かんない、はい。でもキャンプインももう日本は2週間前ですからね。本当だな。そろそろあるかもしれない。その話題もちょっと注目だね。はい。うん、期待していいんじゃないの、うん、はい。あ、そう、日本に来るか、マー君が。一応後輩だからな。東北の、駒沢の。あ、そうですね。駒沢の後輩なんですよ。彼は礼儀正しくきちっと挨拶に行きますからね。あ、もう当然ですけどね、大学と高校の違いもあるけど、駒沢つながりというところで、はいはい、きちっと校歌は一緒だから。なるほど、うん、高校も大学も校歌は一緒のところの卒業生ですから。ああ、 OB の先輩、 OB 会長、野球部のなんか遠い親戚のおじさんみたいな感じですね。じゃんじゃん。